アニワセヨ、ドライマイカー監督の浜口竜介です。この度ドライマイカーは劇場公開2周年を記念して韓国で再公開されるということを伺いました。本当にありがとうございます。ドライマイカーは私にとってもとても大事な映画です。その映画が、まあ、また大画面、大音響で、ご覧いただけるということをとても嬉しく思っています。注目をしていただきたいのは特にやっぱり役者さんの演技ですね。それをぜひ、劇場で、体感していただけたらというふうに思っています。この機会を、見逃したく。では、アニョン。